Thank you, Trailer Told. Let's start now. 皆様こんにちは。光栄テクモゲームズガストブランド長の細井純三です。先日ユミヤのアトリエ追憶の錬金術師と幻想の地を発表させていただきました。海外のファンの皆様からもたくさんのご反響をいただきありがとうございます。本日はユミヤのアトリエについてさらなる情報をお届けしたいと思います。まずは初公開映像をご用意いたしましたので、早速ご覧ください。困っている人がいたら、手を差し伸べられる人になりなさい、と母は言った。自分自身で何が正しいかを判断できるようになりなさい。近畿に頼らねばならない。あの時のユーステラの恥だ。あの行動は正しかったのか。何度も何度も記憶をたどる。僕はユーステラ騎士団所属、ビクトル・フォン・デューラーだ。君の監視を担当する。ちょっとお兄ちゃん、初めましての子に硬すぎじゃない？同じく騎士団所属、アイラ・フォン・デューラー。マナは生命が刻んできた記憶が大地へと帰ることで生成される力だ。あまりに濃度が高すぎると人体に対し悪影響を及ぼす。マナを操れば滞った流れを正せるはず。アラディス滅亡の真相解明に、未踏の大陸の開拓、調査団はお前の進んだ道をたどるようにして任務を進めることになる。この力で役に立てるなら、私にしかできないことをしたい。戦を知らぬ現代の軍人か。平穏を享受していればいいよ。我が領地を襲い、マナ災害を引き起こしたのは貴様だろ。はーい、無事かしら、錬金術師さんたち。それにしてもなんだかややこしい状況になってるみたいね。いや、もう何か恩返しし近くて。お前を恨めば何かが解決するのだ。甘い考えはとっとと捨てた方が身のためだぜ。あなたが一体どこまでできるのか、私はそこにも興味がある。錬金術には触れない、理解しない、大災害を繰り返さない。錬金術は一体何をしたの？ねえユミア、あなたはどうして？私は知りたいんです、本当のこと。母は禁忌を破った悪人だったのか。ユミアのこと、どうか守ってあげてね。いかがでしたでしょうか。本作ユミアのアトリエ追憶の錬金術師と幻想の地のテーマは記憶です。誰しもが持つ過去や自身の記憶と向き合わなければならない瞬間、成功も失敗も全ての記憶が未来への糧となり、その人を形作ります。ユミヤのアトリエは記憶と向き合い、迷いながらも信じる道を進むユミヤたちの物語です。今回の物語は大海の向こうのとある大陸が舞台となります。かつてこの大陸にはアラディス帝国という国が存在し、錬金術によって他国を寄せ付けないほどの発展を遂げたといいます。しかし突然発生した謎の天変地異によって帝国は崩壊、人を寄せ付けない地へと変化してしまいました。それがどんな天変地異だったのか、一体何が原因だったのか、それらは現在においても謎のままです。主人公のユミヤです。ユミヤは幼い頃に起きたとある事故によって母を亡くしましたが、その際に母が錬金術師だったことを知りました。錬金術師であることを隠していた母の真意と禁じられた錬金術の真実を探るために旅に出ます。ユミヤ以外にも貴族出身の調査団騎士や、その妹、ミステリアスな女性、小心者のアジン種、壮絶な経験を持つ元冒険者など、魅力的なキャラクターがたくさんいますので、続報にご期待ください。続いてゲームシステムのご紹介です。基本のゲームサイクルとして探索、調合、戦闘という
三大システムがあります。フィールドを探索して素材を集め、アイテムを調合し、作ったアイテムは物語を進める鍵になったり、戦闘や探索で活用できます。アトリエといえば調合ですが、調合とは錬金術によっていくつかの材料を組み合わせ、新しいアイテムを作成するシステムです。本作では調合システムが一新され、フィールド上でも材料に宿るマナを操り、略式調合を行うことができます。さらに各地に自分好みの拠点を建築できるハウジングも新しく追加されました。さまざまな要素が詰まったアトリエの新作にぜひご期待ください。ここで最新のゲーム映像もご用意しましたので、海外のファンの皆様にお見せしたいと思います。よし、これでよし。模様替えしよう。模様替えしよう。以上、最新のゲーム映像をご覧いただきました。製品情報などの詳細は公式サイトをぜひご確認ください。海外のファンの皆様、いつも応援していただき誠にありがとうございます。
弓矢のアトリエという新作を発表できたのは、ずっと応援してくださっている皆様のおかげです。長年応援してくださっている方はもちろん、初めてアトリエシリーズに触れる方にもご満足いただけるよう、開発チーム一同全身全霊を注ぎますので、今後とも弓矢のアトリエおよびアトリエシリーズを何卒よろしくお願いいたします。